どうも、ノッチです。マインクラフトその32、続きの方やっていきましょう。今回はね、音楽をまたタオルケットシリーズのにしたというような感じなんですけども、タオルケットシリーズもね、ついに新しいというか、1のリメイク版のね、テストプレイが公開されたということで、Twitter の方でお知らせしたんですけども、テストプレイに関してはやらないよっていう話ですね。テストプレイは一時的な公開で、バグもあったり、すぐに公開を中止するということだったので、それをね、動画にして、投稿するっていうのはちょっと、違うんじゃないかなというか、なんていうか、好きだったらそういうことはしないでしょうっていうような話なので、それにね、公開中止しちゃうものを、そんなこと言ったら夜もろキミリとかもね、そうなっちゃうんですけども、あれはね、体験版だし、テストプレイとは違うのかなと。ちょっとね、個人的な解釈があるので。で、あと、あれは角川さんのところで、正式に配信されるものらしいので、やっぱり、テストプレイ版はやらずに、製品版が出たら、実況するというような感じになっております。で、ちょっとね、最近、体調がね、ちょっと不安だったんですけども、ちょっと風邪ひくかもしんねえなっていうような前兆があったんで、おとなしくしてたんですけども。なんとか大丈夫だったので。で、今回も続きをやっていきましょう。とりあえず、松明を作ろう。で、周りのね、探索をやりつつで、なんだっけあれ。サトウキビか。あれが育ったら、それはそれで、ここの地図を作ってる。そんなような感じで行きましょう。おいしょっと。斧作っとくべきだったかな。今回はね、いつも調べてんだけど、以前はさ、作り方、パソコンでね、一回調べてたり、場合によってはスマホで調べてたりってやってたんだけど、今回からはもうスマホでやってっちゃおうかなと思ってます。なぜかっていうと、そっちの方がね、調べる時間をね含んでカット、調べた時間をね、なんていうの、うまく計算できてないから、それで動画が思ったよりも短かったりとかっていうのがあるので、36ぐらいで足りる？これぐらいでいいだろう。で、木炭作っちゃおうかな。かまど作ってねえや。あ、夜だし。かまど作んなきゃな。入れない。入れた。で、また何やらアップデートがあったっぽくって、詳細はよくわかんないからほっとくんだけど、そのうち関係あるんじゃない？岩で作るんだったっけ、かまど。なんかこんなんじゃね？違う？ほら。いやー、珍しい。レシピ見ずにね、一発できちゃうなんてね。これで、かまどを、こうやっておいて、ここでいいかな。で、石炭を入れておいて、で、これを燃やしていけば、木炭ができるよと。で、洞窟、っていうか、峡谷、行こうか。地図まだね、こっち全然埋まるから、これ行くのもいいんだけど、まずは、こっち敵が前回いて、やべえやべえってなったんだよね。だから、前回同様に階段を作っていきましょう。作っとくみたいな話したかもしんないけど、ちょっとね、先ほど話したより、体調があんまり優れない日が続いていたので、作っておりません。申し訳ございません。こうしておいて、よしよし、順調じゃん、いいじゃん。つるはしで、よいしょ、いるね。
ちょっと、それはずるいんじゃないか。お前遠距離攻撃大好きだな。あいつ、お、いいね。今。よいしょ。いけ。なんかダメージ受けてるね。あれか？日光に当たってんの？意外と。こうしておいて。こうしておいて。いで！ちょっと。ちょっと待ってね。アイテム、あーっと。アイテムのさ、あれだけさせてよ、準備だけ。痛い。よし。怖いね、向こうは。やっぱりいるよね。声したんだよね。いて。よし。燃えてる。燃やされた。違う。怖い怖い。あーつ。怖いんだよ、声だけ。見た目そんな怖くないんだけどさ。こっちもあんの？ちょっと。くそ。思った通り、やっぱりここは闇が深そうだ。来たー。これで階段はできた。ああ、怖いね。いっぱい来たね。痛い。当たってないの今。よし。あ、やばい。早く回復して。早く。満腹度がいっぱいだから食えないんだよな。で、ここももうちょい埋めとかないと多分やばい。あー、埋めすぎ。暗いけど、こっちはそんなに多くない。ある程度明るくしておけばゾンビは出てこないから。ここで、ここパッと見結構鉄があるからありがたいね。よいしょ。石炭も結構あるね。つるはし。暗いなぁ。いるなぁ。師匠。よし。被害は最小限で済んだな。てか、被害を受けなかったね。強いて言うなら、あのポコがいたぐらい。慎重に行ってよかった。来たー。よし。パンめっちゃ食ってんな。まあパンだったら小麦粉あればすぐ作れるから。深いね、相変わらずね。いっぱいいるね、なんかね。ゾンビが一匹とクリーパーが。なんか持ってる。後ろからは来ないはずだから、
何あれ、スコップ？よいしょ。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 てか HP めっちゃ減ってる。爆破食らったからか。しかしまあよくこんな深い洞窟あんね、いっぱい。よいしょ。終わりか？お、終わりだ。よし。じゃあひとまずこっちはこんなもんか。よいしょ。よし。じゃああともう一個の方か。これででもここでまた石炭と鉄に関しては困ることがなさそうだ。一旦ちょっとご飯を。あ、危ない。あーつ。いやこっち行っちゃうもん。こっちの方が深いんじゃないか。気のせい？よいしょ。あ、ええー。マジで、お前、ここにもいんのかよ。立ち悪すぎだろ、お前。もう。あ、で、コメントでね。てか、ツイッターでね。だったかな？コメントだったかな？教えてもらったんだけど、エンダーマンって水ダメージ食らうんだってね。だから、なんか雨の時は、洞窟の中にいるんだって。へえって思って。なるほどねって。雨降ったっけ、こっち。今回はわかんないけど。石炭も足りねえ。まあ、掘れるんだけどさ。で、あとは、もうちょいサトウキビ育ってくればな。多分探索してる間に育ってくれてるから、次のパートグ、じゃねえな。このパート中に地図作れんじゃねえかな。レッドストーンねえのか。取りに行かなきゃっていう話だったな。思い出した思い出した。そうだそうだ。いやー、しかしなー。エンダーマンどうするよ。強えんだよな。前ボコボコにされたじゃん、俺。あれ、前弱めつけてたやつだった。いたぶったやつだったら倒せるかもしれないけど、多分そんなことないと思うから。ってなるとちょっとね、大変だよね。よいしょよいしょよいしょ。でも一度レッドストーン取りに行かないとだよな。でもあんだけ深いってことはさ、取れそうな気もするんだけどな、レッドストーン。よいしょ。はい。閉めて。木炭で生きてるね。よしよしよし。じゃあ木炭使って、石炭ちゃう。松明作ろう。よしよし。32じゃ足んねえな、多分な。まあいいだろう。よし。よし。暗くなったな。エンダーマンがいるからどうするの？エンダーマン多くないかい？ほんとに。バケツで水攻めってできないの？ちょっとやるだけやってみていい？あ、捨てちゃった。よいしょ。水攻め。作戦1、水攻め。2、ない。2以降はちょっと考えてない。だから1失敗だったらもうゴリ押しだよね。最悪ね。あら、湧いてる。へいへいへい。
いいよ。見て。でも HP はそんなじゃないって聞いたんだよな。数回殴れば倒せるぐらいの HP だって書いてあった気がした。気がしただけだから。いる？別のはいるけど。てか下に穴っぽく開いてんだよな。よいしょ。下にもいんな。ちょっと明るくさせて。まず、あ、水あるし、そもそも。で、お前は本当に引き物で嫌いだよ。後ろも心配なんだな。こっちもなんか、うわ。どうもこんにちは。なんか今変な音聞こえたな。なんだ？ブーンみたいなさ。やっぱりなんか変なの聞こえる。ほら、ふにゅーって聞こえない？あ、え？コウモリ？いや、今なんかいたよ。怖いわ、もう。勘弁してくれよ。ここめんどくせえな、地形が。行きづれえし、向こう側。これ、どうやろうかな。そこと、ここ砕いてくか。こうやっていくしかないよな。まあ、もっとね、整地だっけ、いろいろ整えるっていうのはあるらしいけど、ちょっとまあ家建てるときぐらいのことはできるけどさ。よいしょ。あ、結局落ちてしまったよ。とりあえず明かりさえあればね、こっちのもんだからね。めんどくさ、やっぱりここ。また本の。てか、つなげちゃえばいいじゃん。ここでいいや、もう。いる。てか弓のばっかだよね、湧くの。なんで？あ、パンクを。よいしょ。しかし、ほんと深いとこばっか。なんの嫌がらせ？てか、迷うんじゃね、これ。超広くね。あの峡谷レベルじゃね？うわぁ。思わず後ずさりしちゃうよね。どのくらい明るいと湧かないんだろうか。うおぉ。あ、でもここはここか。ここはこれで終わりじゃない？おぉ、気づいてよかった。先に。これこうやって整えておかないとね、またね。よいしょ。よし。これはじゃあ、こんな感じと。で、やっぱり迷ってんじゃないの、これ。
こっちから来た。いいね、覚えとこうね。あの水がまあ目印として。行くか、また。よいしょ。コウモリでもうビビるんだよな。てか洞窟の奥になんかあったりすんの？峡谷みたいなの以外に。なんか施設っていうか建物っていうか。あー、なくなったついに。でも深いな。超深い。なんかいる。ゾンビか。逃げよう。松明が全然足りない。ここの石炭持って帰るか。戦利品、今回の。よいしょ。よし。よし。そこの下もまだあるしな。20分ぐらいか、今は。よいしょ。ほっ。よいしょ。ここら辺にいたね。水がこっから湧き出てんのか。何これ。埋め立てたっけ？こんな場所。で、こっちもあるしな、そもそもな。で、あっちもあるわけでしょ。で、こっちまだ終わってないわけでしょ。ひゃー。困ったな。暗い？大丈夫か。またでも、ねえ、今回も、素材には困らないというか。石炭とかの枯渇っていうことは多分ないだろうなって。よっぽどのことがない限りね、この場所があればないと思うんだよねって考えると、また恵まれた場所に建てれたんじゃないかなって思うんだよね。じゃあ一回ここまでにしようかな。で、レッドストーンを取りに行ってまいります。で、で、取りに行ってくるので、次回はレッドストーン持った状態からね、始めたいなと思います。で、地図をまず作って、で、そうだね、向こう側行って、とりあえず、レッドストーン取って、あとは動物、卵だけ回収してこようかな。まあそんな感じですね。で、地図を持って、ここ近辺をもうちょっと細かくね、探索したいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。